皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、2023年公開の、ペインハスラーズ。現代、ペインハスラーズ。監督はデビッド・イエーツ。脚本はウェルズ・タワー。主な出演は、エミリー・ブラント、クリス・エヴァンス、アンディ・ガルシア、など。シングルマザーのライザは、製薬販売員のピートとの出会いをきっかけに、経営難の製薬スタートアップ企業に就職する。やがて彼女は危険で不正な金儲けの陰謀に巻き込まれ、論理的に疑わしい道へと足を踏み入れていくことになる。というストーリー。麻薬系鎮痛剤の過剰摂取問題である、アメリカのオピオイド危機を題材とした犯罪ドラマの両作。作品内容を考えると不謹慎だが、エミリー・ブラントの見た目のかっこよさと演技力が印象に残る。とにかく話がサクサクと進み、製薬会社による不正とそのインパクトそのものよりは、当事者の一人となってしまったライザが、社内でのし上がってから転落するまでがフォーカスされ、わかりやすくて面白い。ということで、評価は。Thumbs up.